独創的なストーリーと完成度の高い映像美を楽しめるテレビシネマ3作品を日本初放送。韓国社会の現実や未来という題材で SF ホラー、ミステリー、心理スリラーなど異なるジャンルで描くストーリーも注目。国内外の映画祭にも出品され受賞するなど高評価を獲得したテレビシネマ2021。